イカは目印アクセサリー2コントまでガチャっていきたいと思います。1回300円です。透明はウサギです。どんどんガチャっていきます。何回回せばコンプでしょう。いきなりかぶった。そして売り切れる。いやー、店員さんに確認したら在庫ありますよっていうことで再びガチャ開始。黄色はモモンガちゃんでした。開封は家に帰ってから行います。赤色はちいかわちゃんです。最初かぶったけど順調です。ウサギ、今回もウサギが出まくるな。かぶったものはプレゼント企画に回します。ピンク色はハチワレちゃんです。追加してもらってからめちゃ順調です。ある意味ストレートコンプで言ってくれ。さあ、青色は栗まんじゅです。コンプです。記念写真撮ってもらいました。赤色カプセルのちいかわちゃんから見ていきましょう。ちいかわちゃん、サイズはちっちゃいですね。鍵とかにつけるといい感じです。黄色いレインポートのちいかわちゃん、かわいい。次はハチワレちゃん。青いレインポートのハチワレちゃん、後ろはカタツムリ。ちっちゃい割にちゃんと作ってありますね。次はウサギ、耳もちゃんとついてます。耐久はちょっと不安です。モモンナちゃん、レインコートは着ていないです。尻尾のボリュームはグッドです。見て、最後は栗まんじゅ、酔ってますね。全員が片手の手のひらに乗るぐらい小さいです。早速鍵につけて一緒に出かけたいと思います。イオン系に入荷が多いみたいですので意外と手に入りやすいかもしれませんね。今回はカプセルの色とキャラクターのイメージが不一致しているので、青が出てもハチワレちゃんじゃないので気をつけてくださいね。それにしても7回でコンプできてよかったです。今思い出すと店員さんがカプセルを入れるとき選びながら入れてくれたような気がする。だから追加後ストレートコンプだったのかな。店員さんありがとう。またお店に行きますね。それではご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画はこちらです。ガオー、上の動画もおすすめだよ。春日部紬がお送りしました。